J2 の第7節柏と長崎のゲームです。前半の9分です。柏が先制点が生まれます。質の高いサイドチェンジからセガがしっかり収めて、古賀が背中を回ってセガはシュート、そしてセカンドボール反応して古賀が、素晴らしいボールですね。ここは背中回ることによって少し対応する選手が難しさが出ましたね。引っ張られましたね。まあ、でも最初に反応しての古賀ですからね、このセカンドボールね、はい。まあ、このシュートもブレダマルで徳永からするとやっぱ処理しづらいボールでしたね。古賀今シーズンこれが1点目、最初のゴールということになりました。17分です。2点目です。オルンガの1点目になります。そうですね、大谷がミドルサードで引っ掛けてから質の高いボールを入れて、はい、イサミとカクダの背中から出てきたオルンガ。まあ、この最初のパスが背後に入ってクッと背中から入ってね、左足伸ばして徳永をかわしてシュート、息長いですよ、はい。でもこの奪った瞬間にもう背後に動き出してるんですよね、オルンガがね。あとは角田と徳永のところでのコミュニケーションというところもあったと思いますけど。40分です。今度は3点目、クリスティアーノのコーナーです。まあ、これマークついてたのはイサミンですね。まあ、ボールの質も非常に良かったですけど、アウトスイングで、まあ、徳永からすると離れてくるボールなんで、ええ、まあ、ここで少し外してしまいましたね。そしてスタンディングなんですけど、やっぱり高いですね、はい、193センチありますオルンガ。今日これが2点目になりました。前半は長崎はシュートがありませんでしたが、55分です。後半の10分、ようやく初シュートが長崎生まれます。まあ、角田から横の幅を使って、そして磯村拾ってインサイド入ってシュート、はい。まあ、何回もいい形は作ってましたね、後半はね。まあ、磯村はボックスの外からのパンチの効いたシュート持ってますからね、はい。今日後半だけで2本ぐらいシュート打ちましたね、はい。60分です。柏のチャンスです。クリスティアーノ、まあ、古賀がボールを持ってちょうどラインとラインの間で掴まれないようなポジションでボールを受けて振り向いてシュートまで早かったですよ、うん。シュートレンジ広いですね、はい。85分長崎のチャンスです。コーナーからでした。まあ、セカンドボール拾ってボックスの中で玉田の動き出し、そして三塁シュートまで、はい。まあ、よく中村康介止めましたね。ここ玉田の剥がし方も非常にうまかったし、うまくの最後までギリギリで残しましたね。顔面ブロックでの中村康介、ビッグセーブがありました。